超 ATV プレゼント企画、肩・肘痛の予防・軽減、ブレイスレボ東急サポーターを5名様にプレゼント。東急時の内線海外の動きに注目、サイズは当選後に選ぶことができます。詳しくは詳細動画をご覧ください。はい、どうも亮平です、よろしくお願いいたします。はい、本日は前回に引き続きラガーズ公式戦監督セキュリブ2部ですね、 VS エスバスターズさんとの一戦、中盤戦ですね、後半戦ですね。はい、先頭亮平はピッチャーゴロとなってしまいます。すぐバッターはヒロト、これ外のボール球かな、まあ、際どいところではありましたが振らされてしまい三振ツーアウト。バッターは代打の滝、これもね三振に打ち取られてしまいます。3人で終わってしまいました。はい、前回に引き続きマウンドには石田さんが上がっております。これ翔平横移動してファースト自分で踏んでアウト、ワンアウトです。さあ3ボール2ショットで、これ高めのボール威力ありますね、まだ三振となりツーアウト、いいとも投げてますね。はい、そしてこの打球ユッキーさんがさばいたものの、ちょっと送球されましたがね、そのところを翔平さんがしっかりと掴んで3アウト。さあなんとか出塁したいところで、先頭を来たのがしっかりとフォアボールを選んで出塁してくれました。お次のバッター先頭戻って柴田さん、これファースト来たのがエンドランを仕掛けて走っていましたが、なんとかセーフ、なんとかセーフです。あれまたもね、柴田さんのところでゲッツになるところでしたが、来たのがしっかりと走って戻ってくれました。さあランナーいる場面で翔平の3打席目、今日はねまだ出てないんで1本出してほしいところです。ここで1本出たらでかいですね。さあワンボールとなって、捉えた打球なんですけどね、特大ファールとなってしまいます。まあでもタイミングはいい感じですね。さあ芝木倒すことができるのか、これうまく拾った、ナイスバッティング、ヒットでチャンスとなります。ワンアウトランナー1、2塁となりました。これうまく外のボールをね、うまくレフトへ、はい、チャンスですよ。さあ1打席目のホームランを放っているユッキーさん、打ったー、これがセンターの横へ落としていく。さあ2塁ランナーこれを見てスタートを切ってホームイン、終盤に貴重な勝ち越しタイムリーです。いやユッキーさんナイスバッティング。さあ続いていきたいところ、ただこれが4番谷中サードゴロとなってしまいツーアウトです。さあ石田さん自援護することができるのか、これ変化球反応できず後続続かずでした。まあでもねこの回勝ち越しに成功しました。最終回のマウンドも石田さんが上がります。はい、これ先頭、来たの、ここ大事にいってほしかったですね。エラーでランナー出塁を許してしまいます。次ボールワンストライク、お次バッター、ただこれやばいっす、レフトを悠々と超えていく。まず一塁ランナーがホームイン、そして打ったバッターランナーもホームイン、二者生還で逆転を許してしまいます。これね石田さん最終回もねいけると思って両平が石田さん続投でって言っちゃったのがね、まあまあ結果論ではありますが、いい球投げてたのでちょっとね悔やまれるところではありましたが、まあでも石田さんナイスピッチングでした。そしてはい、エース谷中が満を持してマウンドへ上がります。去年はねずっと投げてたんですけれども、まあ去年ちょっとね、投げることが多すぎて肩が痛いってことだったので、今シーズンは今まだあんまり投げてないような状況ですね。はい、外にいいボール決まっております。本当に肩痛めてたんかって思うぐらいのいいボールを投げて、そしてまっすぐで三振を奪います。まあ、まっすぐといってもね多分これ確かツーシームだったかなと思うんですけど、まあでもまっすぐ系統で三振奪っております。ナイスピッチ。はい、そしてお次のバッターも初球しっかりとストライクを取っております。はい、これもねちょっと外れましたけどね、いいボールを投げ込んできてくれています。
谷中がマウンドに立ってくれているだけで、こっちとしてもすごい安心感があるので、はい。いいピッチングを続けてほしいところ、追い込んで、これがサード、おー、ナイスキャッチ、ファースト送球アウト。難しい打球ね、ユキさんしっかりさばいております。ツーアウトです。さあ、ここで切っておきたい。はい、そしてまたもユキさんのところだが、これ難しかったっすね。出塁を許してしまいます。はい、でもこれ不規則打球をしっかりと処理し、アウト。エラーを取り返すナイスプレーです。さあ、最終回逆転したいところ、先頭はベテランの西さんからです。ちょっとね、見ましたね。はい、落ち着いているのかな。ツーボールワンストライク、バッティングカウントで打ったー、レフト前へのクリーンヒット。さすが頼れるベテランです。さあ、バッターは良平、何か仕掛けるか。セーフティーだ。これはこれね、セーフティーで行く場面ではなかったですね。反省です。はい、もうね、構えております。しっかりと最初から何とかして、何とかしてランナーを進めたい。これはバット見てボール、スライダーですね。まあ、おびき出せよう、まあ、うん、そうですね、そういうリードになりますよね。バントさせていいよ。引き続きバントの構えだが、こうやりに行ってしまう。まさかの2球バント失敗。今ね、バント自分の中で得意と思っているところだったので、実際ラガーズでもね、2年間はずっとバント成功してたので、ちょっと悔しかったですね、この場面で。絶対にやっちゃいけないですね、もっと。はい、バント練習します。さあ、追い込まれている。これが見送ってボール、2ボール2ストライク、平行カウント。なんとかして、なんとかして、もうこうなったらね、気合で持っていきたいところだが、これがセカンドの横へ落としてライト前へ、なんとか、はい、なんとか打てました。さあ、ヒロト、あとは頼んだぞ。ヒロト、ヒロトはもう職員からね、バントの構えをしております。はい、これちょっと強い打球ですが、西さんがしっかりとスタート切っていました。しっかりと振ってチャンス拡大となります。さあ、ムードメーカー滝、なんとかね、ここで1点でも、この場面でまずは1点でも欲しいところ。あわよくば両平も帰ってきます。打った、これが高いバウンド、ホーム投げられず。しっかりと叩いて仕事してくれましたね。ナイスバッティングです。しっかり叩いて同点となります。さあ、先ほどの回エラーがね、失点に絡んでしまった北野、ここで取り返したいところ。おお、いいスイング、いいスイングです。しっかりと自分のスイングができています。さあ、お次の球は、しっかりと見極める。なんとかして返してやろうっていうのがね、顔に出てますよね。いい表情しています。ワンボールワンストライク、次の球は、これちょっと外れましたね。はい、ボール追いに行ってないですね。しっかりと見れています。さあ、バッティングカウント、これが打った、この打球、ヒントは打った打球はレフトへ下がって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 、これが越えていく。両平が帰ればさよならだが、はい、両平帰ってさよなら勝ち。よく打ってくれました。ナイスバッティングです。これね、多分ね、めちゃくちゃ緊張すると思いますけどね、よく振り抜きましたよ。ナイスバッティングです。はい、しびれる展開、なんとか最後に勝ててよかったです。スバスターズさん、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いいたします。それでは、あれでしたー。チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。それでは、あれでしたー。ゴー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 。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。